1968年やねんけど、はい、発売だけど、これは年式は1969です。あ、その次の年ですか。うん、ナンバーは1968に来たっけ。ああ、そうなんですか。選んで撮ったんです。この時代のね、あのヤマハのトレーサーで18インチですよね。うん、いや、前は19ですね。ああ、19インチですかね。後ろが18です。はいはい。で、この DT250 になって21。いや、DT、あ、そうやね、DT ってなってからね。なってから。そのヤマハっていうのは、排気量の区分けっていうのを、はい、50cc は F。はいはいはい。で、60cc が J。そうですね。はい、90が H。はい。で、125が A。はい。で、2半が D。はい。で、360が R。そう、はいはいはい、はい。で、表示してたんで、はい。DT っていう称号になってからやったら21やね。あ、はいはいはい。だからそれまではずっと19インチやったんちゃうかな。ああ。そう、ね、この時19でね。うん、で、そのしばらく何年かしてから21ね。で、後ろも17に落ちていくんです。あ、そうなんですか。うん、これ多分このミッションが右でもいけるようになってるのかな。右ってこれがあのシフトが入る。あ、まあ、ちょっと今肩ぐれ抜けへんけど、はいはい、そこにシフトがね、はい、つくようになってて、あ、チェンジを右に持ってこれるんですか。両方持ってこれる。へえ、それはどういう理由。例えばね、坂道でスタックしたりした時とかに、はい、そのキックせなあかんでしょ。はいはいはい。キックしながら坂道落ちひんようにするして、で、はい、なおかつチェンジを入れるってなったら右で全部そうからできるっていう。右でキックをしてブレーキかけながらキックして、はい、で、リアブレーキ踏みながらローとか入れれるからかな。なんかそんな風に聞いたような感じ。ああ、だから右肩だけがタコメーターのチップ。あ、そうですよね。これあれ確かね、僕の記憶、あやふやな記憶やけど、タコメーターすげえ出たことしてたけど、サイズ小さいからね、うん、あれ後付けかな。その上にデザインが、ね、統一されてるし、初期だけです。あ、なるほど。で、次の F とか、あと70年に出た、うん、役者の DTR、はい、あれはメーターが通ってて、で、結構役者のやつはね、うん、F のフロントフォークがついてたりとか、いろいろとこうお邪魔でな状態なんでね。うん、この初期型のタイプはもうヘッドライトの位置も中心じゃなくてちょっと上やね。F はもうちょうど真ん中に来るんだけど、うん、ここの真ん中からちょっと上になって、ここの幅の方が狭いっていうね。ああ、これちょっと上、若干上についてる。若干上です。F はタンクの色とこのライトのこのステーは同じ色やけど、初期型のはこの色がシルバーですね。え、どこ？これがシルバーです。あ、はいはい。うん、F の場合はもうタンクと同色やから、これがオレンジやったらこれもオレンジ。はい。これは、で、あとはこれがアルミです。これ初期型はこれアルミなんですか。うん、このリベットが打ったのはこれアルミの証拠で、はい、もう次の方からはここはもう溶接でピン止めになったんですが、このリベットはないんですよ。うん、もう鉄になってるわけですね。そうです、鉄です。で、あとこのカラーがついたやつが初期型のフロントホームで、うんうん、あ、このメッキの、そうそうそう、でF になるとここにもメッキカバーがつくんですよ、上にも。これなんとなくちょっとこのフェンダーのね、ダウンフェンダーでちょっとトライアル車っぽい感じの作りですよね。そうね、タイヤもトライアルのタイヤやから、うん、なんていう名前でしたっけね。トライアルユニバーサルっていう、トライアルユニバーサル。そうです。ウィードストッパーがフロントは1個やけどリアには2つもついてるんですよね。ああ、本当ですか。もうエアガンガンに抜いてもいける感じ。そうそうそう。ああ、な、トレール車やけど、トライアル的な要素かなり入ってるんです ね、うん、ありますね。あ、でもこのスイングアーム角ですね。そうです、初期型は角なんやけど、うん、同じ初期型でもね、
本間の初期型はね、このチェーンガード、はい、こいつがね1本止めなんですよ、はい、本間の初期は、はい、これ今ボルト2本やけど、これがまあ1本止めの細いやつになるのが本間の超初期 であとはこの初期型に関してはここにへこみがついてるのが普通のタイプなんやけど、本間の初期型はここがフラットになってる。これ一応フラットです。これあれですよね、フックだけで鍵立てない。ないですね。ちょっともう一回開閉。もうこれだけですか。あんまり言われへんけど、鍵になってない。もうこれだけですね。うん、でも昔からこういうのんでやってたのを、まあこれはもう僕自作で作ったんですよね。このバッテリーもプラモデル。7点。リチウムの。そうそうそう。充電式の。バッテリー、これオイルのあるね、オイルタンクの。これもね、もうゆるゆるでね、こういう風にテープで巻いて、補強してるんですね。エアクリーナーと。そうです。これがね。でもヤマハってね、このパール塗装ですよね。白、普通の白に寝てるけどね。あのね、これがね、当時はね、本間物の貝を砕いて、はい、塗装の中に入れとった。正真正銘な天然素材ですね。ほんまのパールを砕いて塗料に混ぜて塗ってたのが当時、アクヤ貝とかああいうのが ね、今はまあ僕らもこれはもう今の売ってるパールでやってるけど、ほんまものパールだったらしいですね。分離給油ですよね、オイルは。分離給油です。オイルポンプこの中入ってるここです。そんな感じですね、うん、そうそう、これヤマハが開発したんですよね。一緒にね、こうスロットルと、まあ、調整して、うん、まあ、うちも焼きつくんが嫌やから、全開にした状態とスロットル全開とオイルポンプ全開が一緒になるように。ああ、はい、だからもうオイルはとにかく、うん、そうか、メグやった時にメモリー、あの、ね、刻み合わす感じですよね、うん、まあ、これでこの辺で調整できるからね、うん、この辺は。あ、まあ、整備性いいですね、うん、で、まあ、これもちょっと、姿勢バトンみたいな、はいはいはい、